あなたは大切なワンピース。引っ込み思案のピースくん、手をつないでってなかなか言えなくて、いつも一人ぼっち。誰とでも手をつなげる子にずっと憧れていました。穴ぼこだらけの僕だってみんなと手をつなぎたい。そう思ったピースくんは無理やり飾りの手を作ってみました。君ちょうどいいから私とも手をつないで。ピースくん、僕も。ピースくんはあっという間に人気者。でもだんだん自由に動けなくなっちゃって、うわ、ちょっと何？ピースくんはみんなに引っ張られてうまく合わせられなくなりました。ごめんね、もっとみんなに合わせるから僕を嫌いにならないで。ピースくんは急いでお家に帰っていろんな形になってみました。あれも違う、これも違う、もっともっとみんなに合わせなきゃ。ピースくんはだんだん元の形がわからなくなって、とうとう病気になってしまいました。僕なんていてもいなくてもいいんだ。もうこんな世界からいなくなっちゃいたい。そんな時、どこからともなく優しいハミングが聞こえてきて、あ、やっと見つけた、探したんだよ、と鼻歌が大好きなハミングちゃんがやってきました。また誰か来た。どうせこの子も僕に無理やり合わせてほしいんだ。ごめん、ほっといて。今、誰とも手をつなげないんだ。本当は欠けてばっかりのダメなやつなんだ。ハミングちゃんは少し考えて、ピースくんにこう言いました。私も同じだったんだ。今日、あなたに出会えるまで。ピースくんがいてくれるから、みんなの絵とつながれるんだよ。ピースくんは驚きました。みんなの絵？ほら、早くこっちに来て。わっ！驚いているピースくんの手を取って、ハミングちゃんは走り出しました。前が見えないよ。こっちこっち。二人は手をぴったりつないで大冒険。わー！ねえ、どこまで行くの？あの丘の向こうだよ。みんなが待ってるから。